腰肉と関節は移動しぶつかり合い心拍数は上昇血液は唸るように動脈と静脈を駆け巡る妊娠中すべての臓器に変化が起こります様々なホルモンの作用を受けこれらの変化は妊娠するとすぐに始まります受精後ほんの数日で肺は子宮内膜に着床します 肺の DNA は母親のものとは完全には一致しないため、理論上免疫システムが侵入者と捉え肺を攻撃し破壊しようとします。ちょうど細菌や他の有害な病原体を攻撃するように。これは大変な仕事です。母親の免疫システムは母親と胎児両方を守る必要がありますが、普段通りの機能とは違います。ここで起こるのは単なる免疫反応低下ではありません。 ようやく解明が進み始めたある複雑な相互作用です。様々な種類の免疫細胞が関与します。特定の免疫細胞は胎児が他の免疫細胞から攻撃を受けるのを防ぐと考えられます。また母体は子宮頚部を粘液でできた抗菌性の線で塞ぎ、細菌の侵入を防ぎ、陣痛が始まるまで保護します。 妊娠が進むにつれ、子宮内にスペースを作るためプロゲステロンおよびリラキシンというホルモンが筋肉を弛緩するよう指令を出します食べ物や老廃物を送る消化管の筋肉も弛緩するので消化管の動きが弱まりますその結果便の通過に時間がかかり便秘になります 胃の上部の筋肉は弛緩し胃酸が食道や喉に漏れ出て胸焼けや胃酸逆流の原因となりますこれらはつわりを悪化させる可能性がありますその一部は HCG というホルモンが原因で一日中症状が出ることもあります子宮が大きくなるにつれ横隔膜を押し上げます横隔膜とは呼吸のために胸腔を広げたり収縮させたりするための筋肉ですこのため横隔膜が動く範囲は制限されますこれを埋め合わせれた ためプロゲステロンが呼吸刺激剤として働きますその結果妊婦の呼吸は速くなり妊婦と胎児に十分な酸素を肺活量の少なくなった肺から補うことができます一方腎臓は赤血球酸性を増加させるホルモンのエリスロポエチンを多く分泌しますまた腎臓は水分と塩分を尿中に排出せず体内に保持しようと機能します血液量を増やすためです これにより妊婦の血液量は50%以上増加しますが少し薄まることになります赤血球が25%しか増加しないためです 通常、赤血球は食物に含まれる鉄を使って作られますが、妊娠期間中は胎児も母親が摂取する食物に含まれる栄養から血液を作るため、母親は鉄とその他の栄養素が不足してしまいます。そして母親の心臓も自分の体と胎盤に血液を送り出すため、いつもより忙しく働きます。妊婦の心拍数は上昇しますが、健康な妊娠でどのように血圧が変化するか、まだ完全に解明されていません。これは重要な研究課題です。なぜなら、 最も深刻な妊娠合併症には、心臓と血圧に関係するものがあるからです。子宮の拡張は、静脈を圧迫するため、水分が足に滞留することがあります。過大静脈と呼ばれる太い静脈が圧迫されれば、心臓に戻る血液の流れを妨害してしまうでしょう。そのため、長時間経った状態が続くと、血圧が下がり、めまいを起こします。このような身体の変化のいくつかは、出産前からすでに軽減し始めます。 出産の直前に胎児は下降し横隔膜への圧迫が減少し妊婦は深呼吸が楽になります陣痛が始まり出産の際には体内の余分な水分が破水とともに排出されます出産後数週間で子宮は収縮し元の位置に戻ります妊娠は身体へと同時に脳にも影響を与えますがその影響はほとんど理解されていません 最近の研究により妊娠後と子育て初めの脳スキャンに違いが見られることが判明しこれらは環境適応的な変化であると推測されています。つまり赤ちゃんが言葉を話さない時からその表情を読み取る子育て法を向上させるのに役立ちます妊娠による脳の変化があまり知られていないことは今までの妊娠に関する研究のほとんどが妊婦ではなく胎児に焦点を当てたものだったということを意味しています。 妊娠の経験は人によって大きく異なります正常な妊娠から合併症を持つ妊娠まで様々ですこれからの研究によって妊娠の不思議が理解され必要に応じた効果的な治療が開発されることでしょう妊娠は一例ごとに異なるので理解が深まるまでの間は疑問が生じた時には医師に相談することが重要です 今日、妊娠に関する驚くべき生物学に向けての研究が進んでいますから、妊婦への理解が一層深まるでしょう。<laughs> 感情的・精神的ストレスがどのように体に影響を与えるか詳しく知りたいですかこのビデオで探りましょう。そして、学び続けるためにぜひチャンネル登録を